12時間後に迫った京都サミットに向けて、各国の代表が続々と京都入りを始めております。なお、先日行われた国内国外の世論調査によりますと、スナッチャー感染を恐れてかネオ神戸の完全隔離の声が高まっているという結果が出ており、局長の死亡が確認されたから私たちジャンカーの権限ももうじきなくなるわ。12時間後のサミットでネオ神戸をどうするかが決議されます。噂ではスナッチャーもろともシティに核爆弾を使って一掃するって。バカな、この21世紀に。まんざらデマでもありません。スナッチャーの感染に関しては各国とも神経を尖らせていますからね。局長はそれを食い止めるためにサミットへ。でももうダメ。数ヶ月前から政府のジャンカーへの圧力が大きくなりだしていたんです。今回のギリアンをジャンカーへ転属させたのが最後のチャンスだったんです。局長までもがスナッチされていたとなると、ますますジャンカーの信用はなくなったわけだ。あとは軍や FBI が引き継ぐらしいわ。そうです、それも12時間後に決まります。12時間か。それまでに奴らのアジトでなければ我々もシティの人々も。彼らにしてみればこのシティはガン細胞、切り取って沈めるか。その前にスナッチャーのアジトを叩くしかありません。ギリアン、できる？奴らのアジトが分かりさえすれば。クイーン病院みたいなところをいくら叩いても効果はありません。彼らの本拠地を叩かないと。局長に化けたスナッチャーのメモリーは？これまで通り完全にイレースされていました。一種の自爆装置ですね。そうだ、メタル、ジェミジーからのビデオフォンの逆探知は？ダメでした、あの時間では。ただしこのシティ内のどこかであることは間違いありません。クソ、どこだ、どこにいる？ギリアン、何か思い出せない？ジェミーさん、スナッチャーに関係してるようなことなんか言ってなかった？何も思い出せない。メタル、俺が何者か知っていることを全部教えてくれ。俺がなぜジャンカーに派遣されたか、俺はどこから来たのか。あの、ギリアン。局長もいない。メタルの知っている情報を公開してくれ。それはですね。メタル！わかりました。局長が亡くなってこの本部の指導権は今あなたにありますから。あなた知ってたの？もちろんです。俺たちはどこで救出されたんだ？あなたとジェミーは3年前の2039年9月25日第17次シベリア探索隊によってシベリア中立地帯から救出されました。正確に言うならモスクワ近郊の地下シェルターのコールドスリープポッドから発見されたんです。コールドスリープって人工冬眠？これが当時の写真です。あなたたちがいつからそこに眠っていたかは分かりません。同時に空のポッドがもう一つ発見されています。ポッドが3つ？あなたたちは蘇生され軍当局に保護されました。二人は長期のコールドスリープの後遺症のためか一切の記憶を失っていました。あるいは消されていたのかもしれませんね。これが救出当時唯一の所持品です。これってハリーの子供の頃の写真じゃない？その通りです。ハリーはギリアンとジェミーの子供です。 DNA 検査で立証されています。親父さんが俺の？写真のデータからあなたたちの身元を照合したところ、あなたたちはギリアンシード、ジェミー・ロレインであることが分かりました。二人ともアメリカ国籍、生年月日は1970年代。1970年代ですって？その上二人とも1985年に消息を絶っています。それ以降の記録は一切ありません。85年？そうです。あなたたちは50年前の世界の人間なんです。でもそれとスナッチャーとどういう関係があるの？それがですね、あなたたちを救出した探索隊はキロの途中事故を起こしたんです。二人は無事でしたが隊員のほとんどが亡くなりました。その中にスナッチャーがいたんです。出発前に隊員の検査は十分に行われていました。したがってスナッチされたとすれば
シベリアのどこかで。そうです。政府は2人の正体とスナッチャーの解明のために2人をジャンカーへ派遣しました。スナッチャーとの接触で2人の記憶が戻ることを期待してね。50年前のモスクワ。当時のモスクワを知る者はほとんどバイオハザードで死亡しています。ギリアンたちが唯一の生き証人。親父さんがハリー、俺たちの息子、本人は知っていたのか。いいえ、最高機密に属することなので本人には何も。なんてことだ、何もしてやれなかった。ギリアン待って、ジェミーさんがあの子を人質とか言ってなかった。そうか、奴らハリーの存在を、ジェミーを脅迫してるんだ。早くスナッチャーのアジトを見つけないと。タイムリミットは12時間。ギリアン、これまで分かったことを整理してみない？ヒントが見つかるかもしれないわ。そうだな、奴らの行動に何か隠されてるかもしれん。それではスナッチャーについて解明された点を挙げましょう。まずスナッチャーの弱点は何でしたか？つまり帰巣本能っていうか、彼らは彼らの創造主に近いイメージ、地点に本拠地を置いているかもしれないわね。私、犯罪心理学でそういう例をいくつも見てきたわ。このシティでモスクワに近いと。モスクワって寒いんでしょ？あの辺りは雪が降るんでしょ？雪？ネオ神戸ではここ何年も雪は降っていません。じゃあ違うわね。待てよ、あの花粉はどうだ？スノウスギと言われる。そういえばジェミーさんからのビデオ本にも雪が降ってたわ。間違いない、奴らのアジトは稲川流域のどこかだ。稲川流域ったって範囲が広すぎるわ。ギリアン、
これまで挙げた要素をマップ上で再現してみましょう。これはネオ神戸シティ南西部稲川流域の拡大マップです。この青色がスノースミの分布エリアです。次にこの上にチューブライナーの路線を重ねます。スノースミの分布と路線の共通エリアを抜き出します。ダメだ、範囲が広すぎる。これだけのエリアを12時間で。諦めないでギリアン。さっきのはどう？イメージが近いってことは地理的にも何か関係があるんじゃない？同じ地形なら見える風景も同じになるわよ。それでは隣にモスクワの地図を表示します。ん？あ、これは見て、川の形が同じだわ。こちらの方はモスクワ川ですが、俺たちの推測は間違ってなかったようだな。メタル、俺とジェミーが救出された地点を表示してみてくれ。わかりました、ここです。メタル、大惨事の起こる前ここには何があった？旧ソ連の頭脳クレムリンです。クレムリン、スナッチャーがジェミーさんをクレムリンへ連れていくって。メタル、クレムリンと同じ位置にあたるシティの場所は？わかりました、ありました、古い教会です。20年前から廃墟と化してる巨大な無人教会です。ちょうどスノースリの分布と地下鉄のエリアよ。そこだ、そこが奴らの本拠地、第2のクレムリンだ。ギリアン、急ぎましょう。待ってギリアン、私も行く。ダメだ、私だってジャンカーよ。わかってる、君も立派なジャンカーだ。だったら君はサミット会長で客人たちを護衛してくれ。奴らが諦めたとは思えん。サミットって京都よ、私だけ逃げるなんて。シティに核を落とさないように説得してください。奴らのアジトが分かったんだ、島ごと沈める必要はない。でも困難な仕事だぞ、できるか？分かったわギリアン、なんとかやってみる。ミカ、ありがとう。言わないでそんなこと。さあ行きましょう。ギリアン、今度食事でもどう？食事？ええ、そう、食事。何か？ダメ？思いっきりおしゃれして、クリスマスだもの。クリスマスか、それまでに戻るよ。ギリアン、急ぎましょう。約束よ、絶対決めたから。ああ、分かった、俺は一足先に礼拝に行ってくる。行ってらっしゃいギリアン。メタル、行こうか。マップデータを入力しました。教会へ向かいます。飛行形態上昇します。ジェミー、無事でいてくれ。タイムリミットがあることを忘れないでくださいねギリアン。50年間のツケをたったの12時間でか。雪だ。スノースギです。スノースギエリアに入りました。飛行用フィルターを装着してください。直接すると危険です。わかった。これより無線が使えなくなります。いいですね。高度下げます。バー走行に切り替わりました。ギリアン着きました。どうします？